これ今日、金銀買いたグルメに書いたんですけども、僕の Facebook 仲間で、愛さんとかでいらっしゃって、女性の方でね、この人今、北海道の苫小牧に暮らしてらっしゃって、もう29年ぐらい住んであるんですね。ただ、今から40年ほど前に、一時大阪に住んでおられて、で、その時に彼女の、幼馴染の A 子さんって人がいるんですけども、その A 子さんの体験でね、彼女が、その大阪の西区の難波に近い病院で、看護さんされてたんですよ。その時に、その病院ってのは、古い病棟あるでしょ？古い病棟を、ちょっと手を加え入れて、彼女の話ぶりに、看護さんの寮にしたんですよ。看護さんの寮に。で、その寮っていうのは、元病棟だったところですから、空き室とか、空き部屋とか使われてない階が結構予算あったんですね。で、なぜかわからないけども、その空き室、空き部屋、で、その、ある、とか、その空き室、空き部屋のあるフロアは、お札があってあったと。で、9階建てなんですね。9階建てで、英子さんの部屋は6階にあったんですよ。で、地下に恋愛室があって。で、ある時に、英子さん、その病棟の、寮のあたり、寮のあたり、病棟のエレベーターに乗ったんですね。でも、そのエレベーターでは使用禁止なんですよ。で、どうも話しぶりでは、故障してるからね、乗ったら危ないよと。だから乗ったらダメですよ、にはないみたいなんですよ。普通に動くんだけど、使用禁止になってると。で、なんか古めかしいエレベーターなんですね。なんか、竹籠みたいな。そういうエレベーターで。で、もちろんその病棟の看護さんとか、エレベーターみんな知ってるわけですよ。使用禁止のエレベーターいうのは。なのになぜか乗ってしまったんですよ。そのエレベーターに。で、彼女の部屋は6階なんで、6階押して、あれしたら、そのエレベーターが6階止まらないんですよ。で、その恋愛室のある地下と9階を往復するんですよ。ほんの人ったら、どなたしも戻ったら、たまたまその彼女の同僚が、病院の当番から、その寮に帰ってきたところで、使ってはいけないはずのエレベーター動いとるから、気づいて止めてくれたんですね。ほんで、英子さんがそのことをあらまじょ話したら、いや、あんただけちゃうねんと。過去にも、なぜかわからんけど、このエレベーターに引き込まれる乗ってしまう人おんねんと、たまに。だいたい看護さんか、看護さんの仲間か、その親、あの、家族、親戚の人なんやけど、なんか誘われるようにこのエレベーター乗ってしまう人おんねんと。過去にも何人かおんねんでって言われたっていう話なんだけどね。ええ。いうか、病棟をそのまま寮に使うっていうのもすごいなと思うんだけど。部署をね、多分ね、それは。お札が貼ってあるっちゅうのはね。ね、何をすんのと思うんだけどね。行きましたね。ありましたね。でも、あれですね、変な奥まったドンツキのとこですよね。そうですね。ばあちゃん。そうですね。何なんでしょうね。病院はなんかね、
病院とあのホテル、旅館がもう両もうジャンルですね、一つの。うん。不特定多数の方が出入りするとこって必ず。やっぱりそう、あ、そうなんかな。そうなんですよ、はい。うん、ねえ。命が生まれたり亡くなったりするとこですもんね。うん、ねえ。これ今日、あの、近畿階段グルメに書いたんですけども、あの、まあ、僕の Facebook 仲間で、愛さんとかでいらっしゃって、女性の方でね、で、この人今、北海道の苫小牧に暮らしてらっしゃって、もう29年ぐらい住んであるんですね。ただ、今から40年ほど前に一時大阪に住んでおられて、で、その時に彼女の、まあ、幼馴染の A 子さんって人がいるんですけども、その A 子さんの体験でね、彼女が、その大阪の西区の難波に近い病院で、まあ、看護さんされてたんですよ。その時に、あの、その病院ってのは、あの、古い病棟あるでしょ？古い病棟を、まあ、ちょっと手を加え入れて、まあ、彼女の話ぶりで、まあ、看護さんの寮にしたんですよ。看護さんの寮に。で、その寮っていうのは、まあ、元病棟だってあるっていうのはね。ね、何をすんのと思うんだけどね。うん。はいはい。あ、行きましたね。はい。はい。うん、はい、はい、だいたい看護さんか看護さんの仲間かその親あの家族親戚の人なんやけど、なんか誘われるようにこのエレベーターに乗っておりました、おんねんと、家具にも何がおんねんでって言われたっていう話なんだけどね。ええ。怖い。っていうか、病棟をそのまま寮に使うっていうのもすごいなと思う。うん。部署もね、多分ね、それは。うん。うん。うん、だからお札が貼ったところですから、空き室とか、空き部屋とか使われてない階が結構予算あったんですね。で、なぜかわからないけども、その空き室、空き部屋、ほんでその、のある、とか、その、空き部屋のあるフロアは、お札が貼ってあったと。で、9階建てなんですよ。9階建てで、英子さんの部屋は6階にあったんですよ。で、地下に恋愛室があって。で、ある時に、英子さん、その、病棟の、まあ、寮のあたり、まあ、寮のあたり、病棟のエレベーターに乗ったんですよ。でも、そのエレベーターでは使用禁止なんですよ。で、どうも話しぶりでは、その、まあ、故障してるからね、乗ったら危ないよと。だから乗ったらダメですよ、にはないみたいなんですよ。普通に動くんだけど、使用禁止になってると。で、なんか古めかしいというエレベーターなんですね、なんか、竹籠みたいな。そういうエレベーターで。で、もちろんその病棟の看護さんとか、英語さんみんな知ってるわけですよ、使用禁止のエレベーターいうのは。なのになぜか乗ってしまったんですよ。そのエレベーターに。で、まあ、彼女の部屋は6階なんで、6階押して、あれしたら、そのエレベーターが6階止まらないんですよ。で、その恋愛室のある地下と、9階を往復するんですよ。ほんの、しとったら、どなしょう戻ったら、たまたまその彼女の同僚が、病院の当番から、その寮に帰ってきたところで、使ってはいけないはずのエレベーター動いとるから、気づいて止めてくれたんですよ。ほんで、英子さんがそのことをあらまじょ話したら、いや、あのなと、
あんただけちゃうねんと。過去にも、その、なぜかわからんけど、このエレベーターに引き込まれるように乗ってしまう人おんねんと。たまに。